内閣委員長水落俊英さん。ただいま議題となりました議決案につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果をご報告申し上げます。本議決案は、天皇陛下のご即位に際し、皇室が皇室経済法施行法第2条に規定するもののほか、令和2年4月30日までの間において、社会福祉事業の市に充てるため、1億円以内を使用することができるようにするものであります。委員会におきましては、菅内閣官房長官より趣旨説明を聴取した後、採決の結果、本議決案は全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。以上、ご報告申し上げます。これより採決をいたします。本案の賛否について投票ボタンをお押し願います。まもなく投票を終了いたします。これにて投票を終了いたします。投票の結果を報告いたします。投票総数241、賛成241、反対0。よって本案は全会一致をもって可決されました。この際、日程に追加して、国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律及び国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案、内閣提出、衆議院送付を議題とすることにご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。まず委員長の報告を求めます。